諏訪神社は、三重県四日市市にある神社である。地元の人々から、お諏訪さんと呼ばれる、四日市のうぶすながみ。四日市祭で知られる。東海道沿いに位置する。祭神は、竹田神と、八重子と白主の命。八重子と白主の命を恵比寿と、同一視して、恵比寿港が、盛んになる。社殿では、県民2年に、 諏訪大社上下二社を勘定して創建したと伝えられる。四日市諏訪大湖では、その由来の中で、北勢豪軍のうちに四軍の守護職であった、加藤敬連が、県人二年に勘定したと唱えている。県人二年説は、東海道名所図へ反抗に記されているが、四日市開拓の歴史と称号すると疑問点が多く、また加藤敬連が、 北勢合軍の守護職であったとすることも、そもそもその当時に国を分かつような、北勢合軍の守護職なる職責はなく、仮にあったとしても、ケイ度は、正治2年に、梶原景時の無本に連座して、地位を失い、復権するのは、県民3年9月の引き吉和の変において、功を立ててからであるので、県民2年に、四日市へ、 諏訪者を勘定できるような立場ではなく、またその時期に、四日市に重しておらず、加藤経連勘定説は史実でないと考えるの、だとである。大正8年発行の、三重県神社市及び、同13年の神社名最長では、当時の及川鉄中諏訪神社宮寺は、県人二年説は、根拠がないとし、当社は、応援年間。 当地浜田城主田原美作守田大姫の感情を接し、ところをと記している。平成時代になる前の明治大正期から昭和50年代までは、大川平三郎一族の大川家が偶司であった。田原美正守田大姫が、浜田城を築城したのは、文明2年。また、同5年の伊勢神宮下空調線に、4が、市場裏の記述が見えるのが、 四日市の初見とされる。これらの交渉から、創建は、室町時代の1470年頃とするのが有力である。四日市祭りの、クジラ船出しと、大乳道出しは、空襲による消失を免れ、三重県の有形民族文化財に指定されている。四日市祭で奉納される、富士の巻狩り、大名行列、浜田大三社の舞獅子が、 四日市市の無形民族文化財に指定されている。諏訪公園内の諏訪公園交流館は1929年春光の旧四日市市立図書館で国の登録有形文化財として登録されている。ありがとうございます。